はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も名強作者でやっていきたいと思います。で、今回のデッキはですね、筋力6人固めですね。もうとにかく経験点を、叩き出す、デッキで構成してみました。ちょっとねコメントで、アドバイスいただいたので筋力6デッキをやっていきたいと思います。まあちょっと何回かはやったんですけども、確かにね経験点は出る、確かに経験点は出るんだけど、やっぱり特攻ボーナスがね若干少なめなんで、一応ね経験点は出るんで、ただ更新はできました。夢はね広がるね、夢は広がるデッキだと思うんで、ちょっとやっていきたいと思います。で、この編成だと、ま、彼女キャラが本当にチカちゃんだけなので、ま、ケアがね、必要ないっていうところですかね。井戸端のケアが必要ないので、アイテムはカロリーバーを持ち込んでます。で、エピログポイントはチカちゃんと大谷くんと、二刀流ルナちゃんが、くれるので、まあ、そこもね悪くないというところですね。まあ俺の中で言うなら、あとはちょっとメガネ登場をね、レベル上げて、まあ、45にして練習効果20をつければもう少し伸びるかなと思うのと、まあ、大谷くんもねもうちょっと解放したいなというのはあるんですけれども、まあ、これでやっていきましょう。まあ、PSR、高木さんはお借りしてますと。さすがに PSR プラゴをフレマラすんのはちょっと無理だから、多分ねフレンドの方が PSR のプラニを設定してくれてるんで、まあ、それをお借りしてやっています。もう本当にフレンド様様ですよねこういうのって。一応ね今回俺もチカちゃんのプラゴにしてあって、ちょいちょい借りられてる気がするんでまあちょっとは貢献できてるかなと。これ色的に良くないね。今回緑とね青が揃えやすいんで、まあ、その楽譜がいいんだけど、まあ、ないものはしょうがないんでアンドロメダ。あー回復が来なかったか。最初の楽譜かなり重要なんだよね。だからんーどうしようかな、チカちゃんでいくか。特にこれだっていう練習もないので、あとは筋力タックがどれくらい来るか。一番伸びたやつはね4タックが来たんですよ。で4タックで600くらい経験点稼げたんで、まあ、そこはやっぱり伸びしろはあるかなと思います。ただねそのねサクセスはね甲子園の準決勝で負けちゃったんで、まあ、そこをね通過してれば多分繊維はね切れたと思います。まあ、どうせねまた今日とか明日とかで抜かされちゃうんだろうけど、まあ、ただ筋力6デッキで、更新はできましたというとこですね。ちょっとチカちゃん上げていきます。まあ、経験点もそうだけどクリスマスでね回復できるっていうのがやっぱりでかいよね。それに向けて練習を調整していけるので、ここは監督も上げつつチカちゃんの評価を上げて、今回は前と後のバランスはかなりいい感じかな。偏ってるってことはないので、7位。パワヒはね直取りしたいんだよね。筋力がマジで余るんで。うわパワヒタ来ちゃったか。普通にねパワー S パワーヒッター広角砲、金徳の大谷くん広角砲取って、さらにね投手のねスタミナも S まで持っていけるんで余りまくるから、これいいよねこのイベント。チカちゃんこのイベントすげえ。ちょチカちゃん見る、まだもうちょい必要か。まあ、ただ揃えられる、こっちでいきましょう。女子会参加しよう。体力が回復するはずなんで、大谷くんも経験点高いからね。大谷くんプラゴにできればねもうちょっと違うんだろうけど、ルナちゃん、ルナちゃんはムードだな。ムードだけちょっと潰して、他はまだ経験点が足りてないから、パワーヒッターだけは忘れずに取っておこう。ルナちゃんね何回か普通にムード丸をもらったことがあります。忘れちゃうんだよね。さて次なんかいいのがないんだよね。まあ、友沢もね特練習率アップがついてんだけど、ちょっと赤だからね揃えづらいよね。
で、四字継ぎでいくか。まあまだ評価も上がりきってないんで、あー、これチカちゃんに行こうかな。意外性とキャッチャー。意外性って自画撮りしようとするとどれくらい？そんなに高くはない。あ、筋力使うじゃん。いいねいいね。まあキャッチャーはちょっと無理だから、よこしてきたら潰しましょう。うん、よこしてきたね。技術はね、不足するんだよね。気分転換か。これどうしようかな。いいやつになれるんだけど、一応なんとか10月だし。なれなかったあー、回復しよう。これで体力はまた大丈夫だね。お、チカちゃん、いいね。国鉄をもらっておこう。これでチカちゃん告白イベントが来てくれて、クリスマスにイベント経験点アップが発動してくれるとかなりでかい。前回はそれができなかったからな、まあ、とりあえずチカちゃん乗ったんで、まあ、またあとは楽譜優先でやっていきましょう。ワールド高校結構いいんだよ。ワールド高校筋力めっちゃ稼げるからね。コツ登場、チカちゃん。どうしようかな。高木さんも評価が乗ってないし、大谷くん乗ってないしな。取れるかな、キャッチャー。間違えた。まずはサブポジ取って、キャッチャーキャッチャー、オッケー。よし、ちょっと高木さんの評価も上げつつ、チカちゃんから経験点をもらいましょう。で、これはお願いしますと。体力減らされるね。練習できるかな。 あとあれか、怪我しにくさもね、取っていくといいんで。プラ52、カロリーを使うかどうかっていうところだな。3で残り3ターンになるのか。まあいいや、1個使っちゃいましょう。あれでもこれってさ、よく考えたらさ、楽譜1だよね。もったいなかったな。メンタル、まあでも次で揃うか。登場のこれは体力が減らないんで、まあ、全然問題ないですね。で、コツかどうしようかな。完全回復を狙っておくか。これで完全回復ですね。お、チカちゃん骨格きた。付き合いましょう。ここで回復できたね。まあそれは分かんないけどね骨格は回復するんで、チカちゃん。で、アーチストを取りに行きます。俺こそ完全なる強打者だと。あれ、2人乗った。お、2人乗ってるね。よしよしよし。緑系だよね。どうしようかな。国雪も発動させちゃう。悩むな。バレンタインは大したことないからね。よし、発動させましょう。よし、来た。ほい、ここはちょっと経験点。パフル13、挑戦。で、ダブルか。いや、100超えるのか。いや、100超えるのか。これはでかいな。しかも、パワーヒッター取ったでしょ。広角取って、逆境取れば、まあ、どっちのコツが来ても経験点をもらえる。ちょっとこれはこっちに行きましょう。監督評価も上げられるしね。まあ、北雪に関しては、本当にイベント経験点アップが目的なんで。大谷くん体力はちょっと減らしたくないね。回復するとはいえ、あ、大丈夫か、いけるか。
ムードは取った。ゴミ拾いにしとこう。経験点的にはどうなんだろう。70もらえるか。でここはルナちゃん技術が足りなすぎるんで、まあ無理だね。そらね、こっちにしとこう。本当に技術足んなくなるんだよね。ハイボールヒッターを掴んでおいてよかったか。まあいいや。打球のみの直取りはね、マジで無理。よし、筋力100。おー、いいね。3タック。プラスチカちゃん。ちょっと。いや、マジでサバケン。技術がなくてサバケン。10。ほい。5タック来ないかね。5タック。どうしようかな。こっちにしよう。大吉が出て回復してくれ。大吉、大凶。げ、不眠症なんの？マジか、知らんかった。2タック。7位。経験点遅れね。まだ溢れないね。ちょっとそろそろスタミナに振ろうかな。あれだ、まず。その前に、怪我しに行くさ。やばいな、ちょっと。不眠症怖いよね。で、一応メンタル見て1個か。いや、デートしちゃおう。回復する。なんかこういうので不眠症解消されないかな。まあ、経験点自体はそんなに悪くはない。で、残り2ターンで3が揃えられればよしとしましょうか。あ、これにしよう。監督評価もバッチリだね。いけ、天くんない。正しい方。ワンタックだったらじゃあこっちでいいか。さて、これで北節が終わったので、シラスか。シラスって何色？緑か。あ、緑と青か。すげえ悪くない。マジで悪くないこれ。シラスでいこう。やっぱ緑青を中心としていくと揃えやすいからね。で、回復できるんで肩でいこう。チカちゃんはね、バレンタイン回復目的が全てなんで。お、いいね、いいね、いいね。ちょっと待って、これマジで無理。サバ剣、これはもうスタミナ案件だな。ちょっとスタミナを上げます。Cクラブで持ってく。ちょっと Cにしとこう。え、でもいくつだった？500か。ちょっともう一度なんか上げとこう。なんか怖い、溢れるのが怖いんだよね、やっぱり。ほい。これでどんくらい稼いだ？ちょっと後で見とこう。1000くらい稼げたよね。で、太陽。とにかく筋力と精神でスタミナを上げていく。なんてキャラだっていう感じだけど。で、チカちゃんまた筋力くれるんで。で、ここは筋トレにしよう。旧入魂。そろそろまたちょっと技術がなさすぎてね、パワーが上げられないんだよね。ミート D。 ミート本当はね C 欲しいんだけど、行くかな。ちょっとスタミナ上げよう。もう S に行くよこれで。残り5ターン残ってるんで、ここは無理していく必要もないよね。ここで結構揃えられるな。デートを消化するか。さよなら男。うん、体力減っちゃってるんで
できればな、楽譜残り1にしておいてデートを進めていきたいんだけど。そうだよね、一回メンタル挟もう。で、緑が余ってるってことはこれもほぼほぼいけるんです。すっげえ回復力だな。残り3ターンあるんでちょっとデートを消化します。あ、待って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 、不眠症を消化しちゃおう消化しちゃおうっていうのもあれだけど、 OK。 ただまた不眠症になる恐れがあるからね。降格砲はね使うんだよね。ワンタックか、ワンタックだったらちょっと次に持ち越してもしかしたらいいのが来るかもしれないし、まあ最悪まあいいや、タックが来ないかもしんないし。これでルナちゃん何回目？ああもう最後か。ほら OK、 経験点が違うからね、成功と失敗は。おお、ほらほらほら、ダブルタックが来た。プラスチカちゃんの、コツ。チカちゃん働くな今回。え、何？あ、接戦か。本当はね、だから技術を使わないで取れる特能が欲しいんだよね。こっからどうしようかな。やっぱ緑中心でいきたいんだけど、暁の3は、まあ、最後に取っておきましょう。試合経験点があるんですこれ。もうここら辺すげえな、パワフル高校ボーナス的なやつが。あー、なかなかだな、パワフル12は。だったらこっちだな。楽譜3はないのか。どれも一緒だよね。じゃあこれ2個、残り女子系全然発動しねえわ。まあいいや、一応あるっちゃある。まあ様子を見ながらだな。あんまり悪かったら変えようかなって思ったけど、1回目で揃ったんでこのまま継続していきましょう。で、ここは体力減ってるんで回復をします。いけ、おい。まあいいや、他のが成功してるし。アーチストも取っちゃいましょう、筋力をさばくために。ワンタックで結構揃うね。高木さんって何持ってんの？そもそもさっちゃん、さっちゃん早急競争心リベンジ。いや、なかなか早急は無理だな。競争心とリベンジか。競争心はいけそうな気がする。ちょっとさよなら取っとこう。競争心リベンジ、リベンジいけるね。そうすると競争心いけるのか。いけるね。で、技術が足んないから早急が取れませんと。経験点ください。お、いいね。あ、そっか、スタミナがあるからここは体力を減らしたくない。スタミナがあるから臨床もくれるのか。で、一応こっちを見てみるけど、まあ、やっぱ揃った方がいいよね、技術くれるし。ここは伊野君、よし、技術30。おーっと、まあいいや。ワンタックだったら、ワンタックだったらここが結構揃うんだけどな。どうなんだろうね。スカウト3評価、緑が余るってことはもう次絶対揃うからな。いいや、使っちゃおう、4月だし使えるときに使う。よし、経験点10ポイント。こういうのをかき集めていかないとね。ゲーそうだ、下がるんだ。毎回言うね、毎回言う、この4月の4週のゲーっていうの。よりによってねえし。 27% か、通したい気はするけどな。無理する必要はないか。ちょっと無理せずデートをします。2回目、ホラーだと確か体力減っちゃうんだよね。ちょっとよくわかんないけど一番上にしておいた。あ、技術くれた、結構嬉しい。あー、これも回復しよう。で、試合も普通に打っていきます。もちろん普通に打った方が
経験ってもらえるんで、今回割とガチで更新を狙っていってるんで、ミート C、 やっぱミート C は欲しい。多分マックスでこの編成だと試合経験点ボーナスついてね、オール30くれるんですよね。お、これどうだ、行くか、行った。まあ、虹谷もね、練習試合だからそんなに際どいものとかは投げてこないんで、まあ、3本打てれば上々でしょう。もうはい、OK。今回伊能くん頑張ったな。伊能くんとかめちゃくちゃなんか点取られるイメージがあるんだけど、30いくつだった？32か。なぜか2ポイント上がってんだ。マックスじゃなかったのか。じゃあ今まで紫藤さん、いや、なんとなくやる気が下がった。まあいいや。2タック。ルナちゃんのハイボールヒッターはもう取ってあるから、まあコツが来るかもしれないけど、それはしょうがないと。早急で井戸端も全く関係なしと。ダブルタックで割と揃うね。割と揃うけど、青鬼か。よし、青鬼の方がいいな。で回復すれば多分いけるっしょ。いけるね。 5%、 これは通したいよね普通に。よし、 OK、 勝ち。ピューンってなるからね、怪我すると。上り上司やばい、やる気がない。体力回復のために1回、あ、これね、やる気上がるんだよね。1回デートを挟んでからにしようか。げっ3タック来てるし。東条はあとアベレージヒッターとかか。もうアベレージヒッター直撮りするとまた技術がなくなるからな。しょうがないよね、諦めよう。守備がザルだな。その代わり、いやでもこれはやっておきたい。筋力、ここでワールドとか来てくれたらな、いいんだけどな。6月の1週か。アイコンタクト発動させる。最後まで持たないんだけど。678、うん、6末7末で切れるんだもんね。どっちにしようかな。こっちの方が揃いやすそうではあるんだよね、技術もあるし。いや、こっちにしよう。よし、とりあえず全部発動。241上がってんだから。どうだったさっき。おお、危ない危ない、ちょ、怪我したかと思ったよしよし、経験点くれた。ちょ待って、これは無理、これはもう絶対無理、さすがに無理でやんすよ。うん、お出かけして、いや寝よう普通に。話を聞くとなんかマイナスイベント起こる可能性あるからね。ワンタックだったらまあここだね。よし、やる気がとりあえず上がったと。まあ赤だったらどっかにいるでしょう。ギリギリだなルナちゃん登場。やっぱ技術がね足んないんだよね相変わらず。アベレージヒッター6番か。俺のスタミナも評価してほしいな。全く無意味なスタミナ。そうするとどうしようかな。チャンス1個取っとこう。アベレージヒッター、広角砲取ってねえし。まあいいや、技術がなくなる。1球入魂の方がいいな。これも取っとくか。あと、あ、一発逆転とかもいけそうだな。上り調子も取っといて、あ、打開もいいね。技術を使わないで、ちょっとエラーされると困るから、なんか呼吸を D まで上げとこう。でなんとなく30にしておきたいけど、肩なんていらないか。ファーストいらない、いらない。
俺が動かすわけじゃないし。お待たせいたしました。6番。やっぱりミートは B 欲しいな。でも B まで持っていく技術は絶対ないからね。詰まらされた。こんなところで負けるわけにはいかないぞ。さすがに。オッケー。もう一個打順上げたいね。3回しか回ってこなかったか。今回7位もね、試合権決定持ってるんで、これはメンタルでいってるでしょ。で次多分揃って、最後一旦じゃ無理か。意外にきつかったな。どうする、潰す、アベレージヒッター、いや技術が足りなくなりそうだから。お、いいねいいね。ここら辺ちょっと恵まれてんな。持ってきたい、ミート B に持ってきたい。やっぱりよし、あとは木場からどんだけ打てるか。ワンアウトランナー一塁という場面で倉橋投げた、完全に外れた。ウエストもさ、ホップするんだ。第2球投げた。これいかない。まあいいや、ヒットになったから。点取ってくれ。取れなかったか。0対0で迎える3回です。バッター倉橋投げました、外角爆速ストレート、外れてボール。いや押される、危ね。ほら点取られんで、マジで点取られるかんなこいつら。本当にね、自分最低でも5打点叩き出さないと怖い。結局5点取られてんじゃんねえかい。よっ、うわいかなかった。もう1回回ってきた。よし、しかも弱点してくれてる。外角高め、外れてボール。第3球を投げました。待て、危ねえ。なんとかフォークを捉えた。明鏡はなんかね、失点率すげえ高い気がする。あと1ターンじゃ無理か。3タック310。じゃあここは、ここはどっちがいいかな。こっちの方が揃えやすそうだな。ラッキーセブンか打開か高速チャージ、まあどれっていいんだけど、こっちでいいや。まあ一応全部発動で、タックで揃えられて、あれ今スタミナいくつなんだっけ。100まで持ってったっけ。よし、やる気上がった。2タックで2個揃うか。2タックで2個揃うんだったらこっち行きたいよね。ただ例によってまた溢れそうスタミナ。でこっち、いいね、筋力練習が減らない、助かるわ。それはそれで、試合は本当に気が抜けないんだよね。お待たせいたしました。ワンアウトランナー一塁という場面で倉橋投げました、きた、塁にね、一人でも出てくれれば。まず1点取られたか。クリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは倉橋。第2球打った、これは強烈、いった。3点差でも怖いかな、この方向は。点は取れるときに取る、決して妥協しない。明鏡、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは倉橋。おー、入ってきたか。いいとこ投げてくるね。
第2球投げました。これはいい当たりだ。いったー、はい、で次でちょっと揃えてくれればかなり嬉しいんだけど、タックの筋力で揃ってくれるとな、なお嬉しい。ない、ワンタック62だったら76、こっちでやる。体力回復できるし、いやあまり意味なかったか、筋力は筋力で減らないからね、体力があんまり。あ、いずれにしてよ、筋力ポイントが余ってることには変わりはない。32はそのなんとなくこう20と30ってなんか変わんの、ここだけラインがでかいよね。20から40にしないと E にならないんで。でまあそんなこと言ったら G もそうか。ツーアウトランナーなしという場面で倉橋投げました。スプリットはボール、クリアとかね、ちょっとスプリットが第2球厄介。投げたボール、球種自体はね2球種しかないから。投げた、ゲーゲレフトへの打球掴んで、これです。2、3塁、ここはここは打っときたい。しまった、危ねえ。第1打席はヘッドフライに倒れています。もう一回、ここも落ちたい。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面。このスプリットはちょっと見送りでしょう。初球ストライク。あ、待て。いや。ピッチャー返し。おお、走ったね。まあ、まずは勝つことだからね。お、満塁だ。追加点のチャンスを迎えました。変わってるし。ツーアウト満塁という場面で。150キロって早くね。全打点を叩き出して。553。第2球。スリア君ね、全然強いんだけど。インハイエ。こいつ先発にした方がいいじゃん。スタミナも B あるし。投げた。どうかストライク。第4球を投げた、来た、打たれることには変わりはない。よし、とりあえず決勝まで行った。次音符揃ってくれてるとマジで嬉しい。揃ってないけど、揃ってないけど、あー惜しかったな。まあ2タック、大谷くんは何があったっけ、あと走塁とかあったね。走塁とか無理でしょう。潰せるは潰せるのか。合格打法は取ったでしょ。内野安打とか。意外に大谷君コツが多いからね。初球は取ってあるでしょう。で、サヨナラも取ってあって。ちょっと最後確認だけしよう。少しでも経験点取りたい。もう9800いってっからね。走塁、初球取った、内野安打、レーザービームか。だから走塁、内野安打、レーザービーム、レーザービームが結構つかんでね、60、70近く使うから、レーザービームの技術が63か。であとは内野安打、あー無理っぽい、あー無理だね。ちょっと待ってね。ちょっとどれだどこ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 だ、ブーブー言いながら、あこれか。だってコツって別にくれるかくれないかでしょ。まずくれるかくれないかで判定されて、その後くれるってなった時に何をくれるかっていうことだからね。経験点だけもらっとくか。ほい、くれ走塁さて、ここでどれだけ打てるか。できれば満点まで持ってきたいんだけどな。ちょっとまた怪しくなってきたね、その筋力ポイント的に。待って、どうやって消化すりゃいいんだこれ。投手特殊能力で技術あんま使わないやつ、重い球、これだ。根性は25しか使わないからな。尻上がりとかってあれ球技術使うんだね。アウトロー球威、あこれ速球対抗心どんなキャラだよもうこいつ。これだったら溢れないでしょ。あとはまた走力に振って、で弾道も上げとこう。よし、これなら溢れないはず。
1万は超えたね。そう、1万はね割と超えるんすよ。お待たせいたしました。ただその代わりボーナスがちょっとやっぱり落ちてるんで、稼げるだけ稼いでおかないと総合経験点がね伸びないんで。入れてきたか、このシュート入れてくるのか。第3球を投げました。待て、よし、なんとか反応できたな。2本ホームラン打てればとりあえずはいい。ノーアウトランナー1塁という場面で倉橋、エクスクラフって何、155キロ最高速で起こってくんの。行かれてない。第3球を投げました。エクスカリバー見送ってボール。すげえな、ロゼル並みじゃん。投げました、打ちました、痛烈、まあ、完全に縦だからね、ロゼよりは打ちやすいと思うけど、ロゼもあれ最高速で起こってくるかな。よし、結構調子いいな。メイキョーリードで迎える6回です。今日3打席連続でホームランを放っている。エクスカリバーはね、とにかくこれでファールにすることくらいしかできないんだよね俺は。投球は3球目、投げました、低め、エクスカリバー外れてボール。投球これから4球目、外れた、ボール。次は5球目、投げた、ほい、打ちました、当たり損ない、ショートから1塁送球。まあいいや、割と打てたから。よし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 、116か。でここでまたちょいちょい稼ぎ出して、エピローグはね3人くれるからね。ここも1位で通過で、合計160でしょ。お、1万1000いく、いや行かないか、さすがにそれはいかないな。1万500とかいけばいいくらい。1万1000超えた。おお、これは更新できたな。どうしようかな、 一応スクショちょっと取っときます。ポチッとで、まあ、正直能力上げる必要ないんだけど、ほんとどんくらい、あ、余裕だな。ほい、これはもう全く関係ないんで、最後の画面でお別れの挨拶をしましょう。特攻ゆべキャラ上限解放ボーナス、ここがね少し少ないんだよね。まあ、同種はもともと 30% で来てるん で女の子が3人か、ここが 10% 少ないのかな。確か40までいくよね、マックスで。ここは175だからね。ただスコア的にはいくはず。427か、一気に更新したな。よしよしよし、これだ、1000狙えそうだな。まあ、多分このスコアが限界だと思うんですけど、一応目標の1000はいけるかな。ま、本当は500以内に残りたいんだけどね。多分427とかだったらちょっとあぶれ出しそうな気がするんですけど、まあ、一応1000目標で、いければ嬉しいというところですね。まあ、筋力6いいっすね。本当アドバイスくれてありがとうございます。結構ね、夢、最初にやってね夢があった、あ、これいく、経験点はいくんじゃないかっていうね、こう夢があって、まあ、今回うまくこの動画の撮影の時にね更新できたんで、結構いい感じには、なりました。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。